はい、どうもラッスンです。はい、今回はパープルアプリ雑談っていうかそういうのやっていきたいと思います。はい、今回はね、今日日曜日なんですけど、明日の、10月28日月曜日はちょっと大きな動きがありそうなんで、ちょっと話をしようかなと思います。はい、でまあお知らせ見ていったらまあわかるんですけど、ちょっと明日にちょっと大きなことが起こるということで、明日から期間限定パワーアップのしらす強化の復刻が来ます。はい、でまあしらす強化はまあ一言で言うとめちゃくちゃ強い。まあなんといってもまあまあ指導をループできて金徳もいっぱい取れてね、はい、めちゃくちゃ強い高校で、投手育成ではまあ唯一かわからないですけど、マントル高校に匹敵するレベルだと個人的には思っているほど。確か今全国はマントルですけど、昔はあのエースとかよくしらす強化で作ってました。はい、でまあしらす強化の何が強いかっていうのはまあ他の YouTuber さんの動画見てくればわかるんですけど、まあほんまに強いってわけで、はい、で他にもそれに加えて、まあ、明日からあのサイコロパレードってやつで小悪魔橘水木、明日からハロウィンのガチャが来るようで、まあ、パーサカの方だったらオートルカのハロウィンバージョンが出てめちゃくちゃ強いらしいんで、もしかしたらパワプロの方もめちゃくちゃ強いキャラがハロウィンで来るんじゃないかと。ちょうど年末年始とあの826の間ぐらいの時ですから、まあ、強キャラ出してもおかしくないぞということで、まあ、石はまた年末までに溜まると思うので少しぐらいは引いていいと思います。最初多分30個なんでね、10連んで新変幻自在が追加されますということで、はい、新変幻自在が新変幻自在があの追加されることによって、まあ、一番価値が上がるのが、まあ、こちらの沢村ですね。はい、まあ現環境で一番投手強いマントル高校で沢村っていうのがエースの風格と変幻自在がコツで取れて、まあ、エースの風格強いんですけど、あのどうしてもあともう一人マントル高校のめちゃくちゃ強い朝倉みなみとね金徳がかぶっちゃうんですよね。でね、相棒ってねマントル高校でダイナマイト持てるし、あの不足する星石が確実に稼げる点でね、まあやっぱ朝倉みなみ軍配が上がるなっていうことで、あの今回のダイヤのエースの投手ガチャはね、どちらかというとあのこいつは外れだったんですけど、まあ、新変幻自在が追加されることによって、まあ、めちゃくちゃ強くなるよっていうこと でシナリオ金属で変幻自在が取れるんですよこいつ、しらすって。でこいつも変幻自在が取れて新変幻自在になるっていうこと でこいつ基礎がない代わりにタック強いっていう特殊なんでテーブルで、やっぱマントル高校ははまらなかったんですけど、やっと光を浴びたのかなと。でエースの風格も、多分しらすの投手では朝倉みなみは使わないと思うんで、こいつは普通に強いかなと。だから今回のダイヤのエースの上のガチャですね、投手のこちらのガチャは多分絶対っていう、引いといた方が絶対にいいと思います。はい、で初期能力も沢村高いんですけど、まあいや、あのしらす強化ってステータス低い方が戦長ループしやすくていいよくって、で実は沢村しらす入ったら低いんですよ、初期値も。あとで確認しますね。はい、で次古谷、こちらも、まあ、新怪物球威と街道のコツで、怪物球威が、まあ、最低自分で担保できる、怪道はまあ同衛っていうキャラがいて、まあ、こいつってね怪道と怪物球威どっちもあの取れるんですよ。だから深みみたいなも筋骨発生すればこいつの持ってるコツがゲットできるってことで、指導5回以上すれば筋骨っていうのが発生して、それであの主人公っていうかあのイベキャラが持ってる筋徳が獲得できるんですけど、まあ自己完結してるっちゃしてる、でもガチャになっちゃうんでどうしても、だから同衛とか保証で積んで、でこいつで怪盗が取れなかったら同衛で取って、でこいつで街道を取っちゃったら同衛で精密機械とか取るって立ち回りが強いと思います。はい、
沢村の変幻自在もあれ一応査定188なんで二次得になったらいいな程度の感覚で、別 変幻自在自体も、まあ、強いわけじゃないですけど、まあ、怪盗普通のこれの怪盗みたいに弱すぎるわけでもないので、はい、こいつも多分めちゃくちゃ今回強いと思います。はい、んで、まあ、他に変幻自在は一応沢村の話に戻りますと、変幻自在っていうのは、うん、取れるシナリオ金属で取れるんですけど、ちょっと狙うのがこれって最後のチームランクに応じて金属でもらえて変幻自在狙いに行くのがちょっと怖いなって人は、まあアーサー入れるっていうのもありっちゃあり、こいつも一応カイドウ持ってるんで沢村、フルヤと合わせて強いですし、沢村とフルヤってね、こいつ2人で合わせたら金属成功率めちゃくちゃ上がるんですよ。フルヤっていうのは普通に単体でも高いんですけど、沢村っていうのはフルヤがいないとちょっと失敗しやすいかなってイメージらしいんで、だこの2人合わせて使っていけばいいかなと。でちょっとシラス高校に入学してますが、ちょっと確認したいことがあって、ステータスがどれだけ下がるかっていうのを確認したくて、はい、まあシラス強化終わった後に追加された、使いそうなキャラたちを、まあ、連れてきたんですけど、まあ、どんどん見ていくと寺道もいいで、みんなねステータスが低いんですよ。あまりもいいで、で F が多くて指導もしやすい。で縦足に関しては F だと、だから縦足めちゃくちゃ強いのかな。で沢村も D ですけど、まあ、変化球に気をつけなければ簡単に抜かせると思いますし、フレアもいいで、まあ、こちらは変化量少ないんで、だから指導もしやすいのかなということで、追加されたキャラがめちゃくちゃ初期値が低いんで、そこもほんまに強いとこっすよね。例えばレイリーとかシラス入学しても言うてステータス高かったじゃないですか。だからそういうのがちょっとネックだったんですけど、まあそういう縦橋とかそういうのが強いんで、アマネとかね、そういうのだからやっとアマネとかやっと輝けるのかなと。はい、多分この4人は多分デッキテンプレートに入るかなと、シラスのね。はい、でまあ石もほんまにため気味でいいで、アンケートも実施と、まあこれは答えたら、うん、すぐ簡単にちょちょっとやれば終わるんで、はい、でカロリーバーとかまあ引かなくていい。明日のハロウィンガチャが問題っすよね。でこちらの交換所は、これ応援イヤホンなんですけど、自分の予想で は、うん、外れる確率が高いと思うんですが、明日天才の入部統計来るかなと。この枠でね、1ヶ月これ僕ストア見てるんですけど、まだ天才の入部統計湧いてないんで、明日ぐらいに来るかなと、うん、月に0回っていうのはないんで、はい、だから天才の入部統計を忘れずに取りましょう。であとチャンピオンロードですね、こちらまだ僕未エントリーなんですけど、まあその理由として、まだしない方がいい。これね、報酬見てもらったら分かるんですけど、これタイミングっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。これですね、リーグね、レベル678でだいぶ違うんで、だから僕なんか今6なんですけど、もう昇格するんですよ多分、うん、まあ、4桁なんで順位、だからレベル7になってからエントリーした方が僕はいいと思う。だから人は人によって様々、うん、来週で下がりそうな人はもうエントリー、もうメンテナンスまでにやっといた方がいいですし、上がりそうな人は上がった後にやった方が確実に報酬は美味しいと。で勝負内容がサクセス勝負と、技術勝負で、野球勝負か、はい、サクセス勝負や賞味、うん、キャラに依存しちゃうんですけど、まあ、野球勝負で取り返すって形で確実にリーグレベルを上げといた方がいいので、はい、それは気をつけてもらったらいいかなと思います。はい、で他には、お知らせ、深海シート新変幻自在も追加されて、はい、沢村ほんまに強くなりましたっていうか、来そうな内分どうなのかなと思ってたんですけど、まあタックがあるし、でそうだ、あれまたプロペラントが復活するらしいですね。あ、これか、まあこれがちょっと嬉しい。で10万 PP、 まあ何か分かりませんけど、その PP の使い道、とりあえず
マンボウ熱盛っていうのがもらえるのかな、うん、それがちょっと、うん、どうなのかなと。まあ、あれ僕練習試合しかやってなかったんですけど、なかなか面白そうだったんで。で、まあ小悪魔橘水木は、まあ取っといた方がいいかな。 SR 小悪魔水木確実にゲットしましょう。まあ40で上限解放かな、わからないですけど、まあ持っといてそうはないので持っときましょうっていうことで、まあここら辺ですかね。はい、だから明日は大きな動きがあるんで、まあ皆様はまあ明日はまあパワープロアクティブにやりましょうということで、まあ僕もシラス強化でいい動画撮れたらゆっくりゆっくり出していくんで、よかったら見てもらえれば幸いです。じゃあまた次の動画で見ましょう。僕ガバガバな解説でごめんなさい、はい、他の YouTuber さんの方が分かりやすかったですね。はい、まあご愛嬌ということでバイバイ。